はい、いよいよ歴史も最後ですね。日本の独立を見ていきたいと思いますが、戦争を起こすときは宣戦布告という予告が必要ですね。だけど終わるときっていうのは平和条約といって、もう二度と戦争しませんよっていう約束が必要。でも日本の太平洋戦争ってポツダム宣言といういつでも破ってもいいような話になってしまっている。これでいいのかって言ったら良くないです。条約は結ばないといけない。その平和条約を結んでいく流れ見ていきましょう。1945年から GHQ による占領を受けます。だけど1950年には朝鮮戦争が起きて、日本にいたアメリカ軍というのが韓国を助けに行くという風になったわけですね。でも日本を守れないっていう風になったので、1951年じゃあ日本を独立させましょうということで、やっとサンフランシスコ平和条約という条約をね、結べるようになった。この時48カ国と仲直りをしますが、まだ仲直りできてない国というのもいるので、そういう国々とさらに条約を結んでいかないといけないという流れになりました。だけど、この時にアメリカ軍がいなくなったら、じゃあ誰が日本を守るのさっていう風になってしまうので、時の総理大臣吉田茂という人が日米安全保障条約、というのを結びました。日本にアメリカ軍基地を置く代わりにアメリカが日本を守ってくれるという日本とアメリカの間の条約ですね。でこの吉田茂という人、自由民主党という政党に所属しておりますが、この自民党が1955年から一党独裁体制というのを続けています。でそれを55年体制というふうに呼ぶんだよということです。その次の年の1956年には日ソ共同宣言というのを結んでソ連と仲直りしました。これによって国際連合に日本はね加盟できるようになったわけだけれども、問題は宣言だというところです。条約じゃない。なぜソ連、まあ今はロシアに変わってますが、ソ連やロシアと条約を結んでいないのか、実はこれ未だに条約を結んでいません。なんでかっていうと、1941年太平洋戦争が始まる直前に日ソ中立条約という条約を結んでいます。でその時に日本は北方領土をソ連に渡しているわけですね。だけど1945年にソ連はこの日ソ中立条約を破って日本に戦争を仕掛けたという風になるわけです。だから日本は北方領土を返せっていう風に言っているわけですね。でソ連の言い分としては、平和条約を結べたら、これに代わる平和条約を結べたら返してあげるよっていう風に言ってるんだけど、返したくないから今のロシアになっても平和条約は結んでいないという風になるわけです。はい、次、1960年、新日米安全保障条約といって、日米安全保障条約に集団的自衛権という言葉が入りました。これ何かというと、集団で守るわけです。日本が戦争に巻き込まれたら、グループを作ります。アメリカとグループを作って、で、その集団で日本を守るというふうになります。でもこれ、読み方を変えると、アメリカが戦争に巻き込まれたとしても、集団的自衛権というものが必要になる。つまり、グループを作る必要がある。だから日本がアメリカを支援しないといけないっていう風になる。これアメリカが起こした戦争でも一緒じゃないかと、日本がアメリカの起こした戦争に巻き込まれるんじゃないかっていう風になって、若者が起こったというのを安保闘争という風に言います。はい、1965年には日韓基本条約で韓国と仲直り、ちゃんと条約でね仲直りできました。で1972年には日中共同声明といって、中国と仲直りしたんだけれども、まだ共同声明なんです。条約じゃないんです。条約結べるのは6年後のお話です。でこの同じく1972年沖縄返還といって、アメリカに支配されていた沖縄が日本に帰ってきました。それまでは沖縄は、アメリカなので英語を使っていたりドルを使ってたりしたんですが、日本語を使ったり円を使ったりに変わったんだよ。でもアメリカ軍基地は沖縄に残るので、その時に核兵器が持ち込まれる可能性がある。だから、総理大臣の佐藤栄作が非核三原則というものを作りました。核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずというふうに言っております。はい、で6年後1978年には日中平和友好条約を結んで、中国と完全に仲直りというふうになりました。次、高度経済成長というお話をしていきます。1950年の朝鮮戦争でアメリカ軍に武器を売ることで、日本は特需という景気のいい状態が生まれました。でもはや戦後ではないって言って、世界第2位のお金持ちの国になりました。そこまで一気に復興したわけですね。で1964年には東京オリンピックというイベントを開いて、世界中からお客さんを呼ぶというふうになりました。この時に、合わせて東海道新幹線というね、当時世界最速の乗り物ですね、っていうのを作ったりもしたんだよということです。でこの頃人々の生活は豊かになって、三種の神器と言われる家電製品が各家にね配備されるようになりました。冷蔵庫、洗濯機、白黒テレビですね。
で、まだ世界的なイベント続きますよ。1970年には大阪万国博覧会といって、この前の年にアメリカのアポロ11号が月に降り立っているので、月の石なんかが、展示されるような多くの人がね、集まるようなイベントでした。で、1972年には札幌で冬季オリンピックが開かれたりもしました。で、さらに時代が進んでいるので、人々の生活さらに豊かになって、今度は 3C と言われる家電製品、全部 C から始まる、カー、クーラー、カラーテレビですね。こんなのが一家に一台あるっていう時代になっていきました。だけど、いい時代も終わりが来るわけですね。1974年、第4次中東戦争といって、石油が多く取れる西アジアで戦争が起きてしまったことで、石油危機といってね、石油が手に入らないというふうになってしまいました。これで不景気になってしまう。つまり高度経済成長が終了するというふうになるわけですね。で、この時代、経済的に発展した。ですが、その裏側では、公害というものを起こしました。水俣病、新潟水俣病、四日市喘息、痛い病、未だにこれで苦しんでいる人はたくさんいます。まあ、政府は1967年に公害対策基本法というものを出しましたが、時すでに遅しという形ですね。で、この石油危機で世界中がね、不景気になってしまったので、その不景気をどう乗り切るかということで、先進国首脳会議、世界中のリーダーが集まって、サミットという会議を開くというふうになりました。ここからずっと流れて、今でも毎年ね、開かれております。で、1980年代になると、日本はバブル景気といって、景気がいい状態が生まれます。で、どうして景気が良くなったのかっていうと、日本の家電製品とかゲーム機の輸出が好調だったわけですね。で、輸出好調だったんだけれども、他の国からしたら日本製品を買うと自分の国のお金がどんどんなくなっていくっていう貿易摩擦というものが起きたわけです。なのでアメリカではね、日本製品を買わないみたいな、そんな運動が起こったりもしました。はい、次、冷戦の終結見ていきましょうか。冷戦、アメリカとソ連の戦いなんだけれども、実際にこのアメリカとソ連は戦火を交えないという戦いでしたね。でも代理戦争は起きていたので、例えば朝鮮戦争で代理でね、朝鮮人が北と南に分かれて戦うですね。であとは実際戦わないけどいろいろな争いが起きた。例えばどっちが原爆よりも強い爆弾を作るかっていう風になって、アメリカが1954年に水素爆弾の実験というのを行ったわけですね。やっぱりビキニ環礁というところですね。で、その時運悪く日本の漁船第五福竜丸というのがね、被爆してしまうという、そんな事件が起こったりもしました。で、1962年にはキューバ危機というふうに言って、アメリカのすぐ近くにキューバという島国がありますが、これはソ連の仲間、東側諸国になるわけです。で、このキューバにソ連がミサイルを配置したわけですね。これアメリカの方向に向かっている。なのでもう一触即発です。いつ戦争起きるかわからないっていう状況になった。その時アメリカの大統領ケネディがソ連のリーダーフルシチョフに電話をして、これやめてくれないかっていうふうにお願いをしたら、わかりましたって言ってやめてくれたっていう、そういう話がキューバ危機というふうに言います。代理戦争はまだまだ起きております。1965年にはベトナム戦争というものが起きました。このベトナム戦争、アメリカ軍がね、唯一負けた戦争だというふうに言われております。これアメリカ軍ね、民間人には被害がないとか言っておきながら、実は民間人に被害が出ていて、まあひどい戦争になったということで、戦争やめようよっていうね、動きが起こったりもしたんだよという、そんな戦争です。で、ここから先はどっちが先に月に行くかとか、そういう争いになっていって、だいぶ平和に向かうわけですね。で、1985年には、ソ連のリーダーゴルバチョフという人がペレストロイカと言って、もうこの戦争、冷戦状態ですね。冷戦状態をちょっとやめていきましょうという動きになっていきました。で、1989年にはベルリンの壁が崩壊して、東ドイツと西ドイツが一つになる。なので、もう冷戦やめましょう。っていう風になって、マルタというところで、アメリカのリーダーとソ連のリーダーが話し合いをして、冷戦の終結というのを宣言しました。で、そのソ連が1991年には解体して、まあ今メインはね、ロシアという風になってますが、ウクライナとか、ラトビアとか、エストニアとか、リトアニアとか、そういうね、いろんな国に分かれていったんだよという、そういうお話でございました。以上、ご清聴どうもありがとうございました。